木村聖志郎から1934年9月24日は、明治、大正期の政治家、実業家。日本銀行に30年間在職し、日本銀行副総裁、貴族院直選議員。聖五位、君に等。備中国小田郡、三谷村生まれ。大阪で、科学、英学を学んだ後、1884年に、慶応義塾へ入学。 慶応義塾卒業後に、商業者に入社し、中外商業進歩士官を経て、社長に就任。新聞を日刊化させるなど大きく飛躍させる。時の日本銀行総裁、岩崎の勧めにより、日本銀行に入行。1901年営業局長、1906年理事、1916年副総裁となる。中国、欧米、インドを相次いで視察。 加藤孔明内閣時代には、大蔵省出身で銀行の業務に倉い位置き、元彦総裁に代わって、事実上の日銀総裁の権威を振るった。九百二十七年四月十八日に、貴族院議員に直選された。無所属系議員で構成される、同和会に所属。ついで、前区内大臣で当時は内大臣であった、牧野信明の推薦により、木村は、区内大臣から、 提出財務の相談に参与する食託を受ける。日本銀行参与、千代田生命取締役を歴任また、中国銀行新立に関して、助言援助。群馬県伊香保にて死去。母書は、玉霊園。ありがとうございます。